とこでは、まあ、お山口前に出る吉岡、吉岡切り返して中央、しかしここはしっかりと PK か、畑尾が処理に行きましたが倒されました。ここで笛、ちょっと死角になってましたがね、畑尾選手は、はい、ここね面白いプレーだったと思うんですけど、まあ、ギリギリね追いついて、まあ、この後狙ってた沼田選手ですかね。そうですね、中に入ってきた沼田でしたね。まあ、ちょっとこれは絶対的な自信を持つこの PK、 池上ジョージ右か左か、手には当てましたがしっかりとねじ込みました。池上ジョージ、山口すぐさま同点です。 PK の重要度っていうのが分かってたと思うんで、ただなかなかスタート切らなかったので、はいね、嫌な雰囲気もありましたけど、まあ、ここが上だったので